バートン・リヒターはアメリカ合衆国の物理学者、スタンフォード線形加速器センターで非電子電子衝突ビーム装置の企画、建設に貢献した。1974年にジェイプサイ中間子をサミュエル・ティンのチームとほぼ同時に発見し、1976年にノーベル物理学賞を受賞した。ニューヨークに生まれ、マサチューセッツ工科大学で学んだ。 スタンフォード大学の教授であったとき、アメリカ、原子エネルギー委員会の補助を受けて、リビット・リストンと非電子電子衝突ビーム装置、スピアを建設した。1974年の J、不細粒子の発見は、チャームクオークが存在することを確定させた。スピアは J、不細粒子を発見したほか、マーティン・パールもスピアにより1975年にタウ粒子を発見した。 リヒターは1984年から1999年の間、SLAC の所長を務めた。ありがとうございます。